司法書士の重森です。天王寺上本町で司法書士をやっております。お亡くなりになった方が入院給付金とか、通院給付金とか、診断給付金とかの医療保険をもらえる場合、これらの財産が相続税がかかるというか、相続財産になるかどうかご存知ですか？この入院給付金、入院の日数によってこう給付されるお金であったりとか、通院給付金、通院何日以上したらいくらもらえるとか、で診断給付金というのは、例えば心筋梗塞とか脳卒中とかがんと診断されたらいくらですよとかっていうのが、一般的に医療保険入っている人多いと思うんですけれども、その分の、その方が亡くなられた後にその給付がある場合に相続税がかかるケースとかからないケースが出てきます。で、その入院給付金とかはその受け取った人の固有の財産になるので、結局はその受け取り人が亡くなった人であれば相続財産になります。で、入院給付金とかを奥さんとかが受け取り人になっていれば相続財産にはなりません。奥さんの固有の財産ということになりますので、相続税もかかってこないということになります。以上、司法書士の重森でした。